増田博美は、日本のタレント、MC。プロレスファン歴10年。全日本プロレスを観戦して、プロレスに興味を持ち、枝分かれしたレッスルマイナス1は旗揚げから見ている。2016年、インターネットプロレス専門放送局、ニコニコプロレスチャンネルが、女性 MC を起用すべくオーディションを開催した、ニコプロ女性 MC オーディションにおいて合格。 1>, 1月4日の放送より活動を開始。オーディションを応募理由は、プロレスに関わる仕事がしたかったから。2017年、女西大学、全学応援団、第48代団長代行に就任。2018年8月26日、ファイティングチーム A トイズ主催、悪府の大阪市中央区、ドームセンター大会で、リングアナウンサーデビュー。 ニコプロ MC デビュー前にも2016年7月16日、24時間レッスルマイナス12として出演歴がある。このことも手伝い、ニコプロでの中継担当もレッスルマイナス1系列の団体を主に担当する。ニコプロ女性 MC 合格者の中では唯一、バックボーンにアナウンサー、声優、ミュージシャンなどのタレント活動歴がない素人出身。そのため、 いわゆるプジョ氏の代表として、プロレスの面白さを広げていきたいと発している。もともと後楽園ホールのある水道橋に通っていたが、ニコプロ放送スタジオも、近隣のため近隣情報にも詳しい。レッスルマイナス1以外はウィキペディアで、選手情報を確認している。きっかけは全日本プロレスだが、新日本プロレスも小学生の頃に、父とたびたび観戦していた。ありがとうございます。